東京オリンピックの観客の受け入れについて、自転車競技の会場となる伊豆市の菊池市長が前向きな姿勢を示しました。ではお客様を入れるのかね、ということに対してですね、いろんなご意見があろうかと思います。選手のことを考えると、やはり満席ではないにせよ、選手のモチベーションがあるというのはやはりあるでしょうから、そこはこの状況ですね、是としたい。伊豆市の菊池豊市長は今日の会見で、観客の受け入れに前向きな姿勢を示しました。しかし、修善寺駅周辺のおもてなしエリアは大幅に縮小し、観客と市民ができるだけ接触しないよう、市内でのパブリックビューイングも中止を決めました。また、菊池市長は土石流への対応が続く隣の熱海市への配慮を見せました。自然災害も重なって、2つのクライシスに対応しながらという、本当に歴史上おそらく初めてのオリンピックになるわけですね。私がもし熱海の市民だったら、自分たちの災害のことで、伊豆の大会が無観客になることを望むだろうかと考えると、私ならぜひ現状でやってほしいと思うんじゃないかなという気はしました。新型コロナに加え、土石流災害の影響を受けている伊豆地域では、複雑な思いを抱えながら開催準備を進めています。